イエース不動産のおの沢茂美です今日はこのお金持ちの定義について見ていきましょう。これが分かってないとうまくいかないんですね。もうお金持ちって何なんだろうってこと、皆さんどうですか年収1億円ですか ?1000 万ですか お金持ちだなすごいなって今いくらある人いいなって思うんですけれどもいくら今例えば1億円あったとしても年間に2億円使ってたらすぐに破産しちゃいますよね。で今えー例えば100万円しかなくてもあの使ってるのがまあ例えば年スローライフとかで10万円とかだったら90万円ずつ貯まっていきますよね。つまりお金持ちっていうのはですねこれあのここでの定義じゃなくても世界共通の定義なんですけれども。 お金が減っていくスパイラルの中にいる人なのか、お金が増えていくスパイラルの中にいる人たちなのかっていうので定義されています。ということで、じゃあちょっとこういうね、話があるんですけども、これあの日本の銀行では大体この定義になってます。 純資産が5億円以上ある人この人たちのことを超富裕層と呼んでるんですね。うわー、純資産すごいね。純資産っていうのはこう債務とあの自分の持っている財産をこう引き合わせた、そのプラスとなる、返済しないでいい、自分だけのすでにもう持っている資産ということですね。貸借対照表の、まあ、右側の下側のことですよね。要はあの借金と差し引いた残りのお金ってことですよで。で、それが純資産で5億円以上超富裕層。で、1億円以上富裕層。 5000万円以上を純富裕層って呼んでるわけです、まあ、もう少しで富裕層になりますよじゃあこの富裕層って何なんですかねっていうことでいやいや1億円あったら富裕層でしょっていうねまあただ単にそこで線が引いてある定義なのかなって思うんですけど実はそうじゃないんですねこれは要はあのその不労所得じゃなくて不労所得っていうのはないんですねあの必ず最初に何かを投じてますんであの時間とかお金とかですね投じてるので不老じゃないわけですよ権利収入ですね あの要はお金が増えていくスパイラルの中にいる人たちのうちまあ大体世界の平均でお金持ちの方にはですね4%ルールっていうのがあるわけです4%ルールそれは何かっていうと何か投資をしていると大体4%以上増えていきますよねっていうこれ世界共通のルールなんです4%以上増えていくっていうことはえ自分の持っているお金の4%を切り崩して生活していっても資産は減りませんよっていうことなんですよでまあ大体これを目安にまあもちろん景気の良い時は4 もっと増えていきますしね景気が悪い時はそれより少ない年もあるんでしょうけど、まあ、平均して4%ずつ切り崩していればですね自分の資産減っていかないよなんでですかそれは4%以上増えてるからです投資するとそのくらいなんですね、まあ、ものによって例えばねもう4%じゃ待ってられないよってことでこう10%とか20%とかね30%とか200%とかそういうものにこう投資していく場合もあるんですけどそういうのは大体投機になっていますので、まあ、お金をすってしまう、まあ、なくなってしまう溶かしてしまう可能性が高いっていうふうに言われてますね。 でもまあ順当な投資ならこう4%なんで4%かっていうとこれはですね、まあ、単純に言うと世界の人口が増えてるからです。つまり世界の 国民総生産、まあ、世界全体の総生産が増えているから、それが、その、そのまま反映していたのが株価ですし、世界、世界経済なので、それが4%以上増えているっていうことなんですね。まあ、もう一個あるのは、その利子ですね。利子が、えー、人間の、あのせ、活動の営みを表してますの、ね、で、その分だけ、あの、マネーとしての総量が増えていってるっていう、そういったような計算になります。まあ、そこはさておきですね。なんで5億円だと思いますかこれ面白いですよね。 え面白いんですよ。で、なんで1億円なんですかそうなんです。じゃあ4%、1億円の4%っていくらですか ?400 万円ですよね。え ?400 万円ってなんか聞いたことあるな。そうです。400万円っていうのは、 あの日本の平均的な年収年収の平均ですね640とかも,もうちょっと高いかもしれないですけれどもあのまあ東京だと600とかねあの日本全体ではあの400平均が400だとかまあ450だとかってありますけれどもまあ400万っていうのは平均的なその年収まあ家庭の生活費また400万円だったらまあちょっとレジャーをしたりしてもう大丈夫だとこれがですね200万円以下になるとワーキングプアなんて言ってもう生活もできない。 コンビニ弁当以外食べられないみたいなで余計太って体が悪くなってみたいなそんな話もありますけれどもその400万円つまり1億円あったら自分毎年その400万円を切り崩していってもその増えていく量とあのどっこいどっこいなので、まあ、あの自分の資産が減らない自分の資産が減らない状態で何もしないでも働かなくても400万円使える状態つまり 平均年収の生活が何もしなくても行える状態。これが年収、何年収じゃない、この資産、純資産1億円っていう状態なんですね。じゃあ5億円ってどうですかね、5億円の4%は2000万円ですよ。つまり何もしないでも年収2000万円の生活。年収2000万円ってこれ、あのー、サラリーマンとして一つの、あのー、 まあここまでいったらすごいねっていう、まあ、ある意味、あのサラリーマンとしては上限に近い金額ですね。まあ、そのもちろんコミッションとかもらってもっといただいてる人はいるんですよ。でも、普通にサラリーマン、ここ公務員なんかも一番いいところで2000万円くらいですかね。まあ、そ,の後にその後の天下りとかいろいろ退職金とかありますけれども、まあ、そう考えると、一番いいところの年収っていうのはたい2000万円に設定されてる。これ面白くないですかだから何も 働かなくても自分の資産だけで4%で勝手に増えていってそれを取り崩しても問題ないつまりそういう生活ができる何もしなくても資産純資産5億円あれば年収2000万円の生活ができるっていうところこれが超富裕層の定義なんですね。 ね。それで、それにもうちょっとなりそうな。まあ、5000万円あれば4%だったら、その200万円の生活ができるで、まあ、ワーキングパー。でも何もし,てしないですからねで。何もしないってことは、これ本当に遊んでるわけじゃないんですよ。さらに、生産性の高い価値のある活動に従事できるってことなんですね。例えばと、投資とか、あの、今は1円ももらえないけど、将来、すごいことになるようなことにチャレンジできる。それ、それには自分の時間が必要ですよね。つまり、まず、とっとと、1億円、 貯めてててて4%ルルールに従ってやっっやくださいってことなのかもしれませんで、もね1億円貯めるの大変ですよねでで1億円で4%、1億円貯めてようやく400万円の生活ができるんですかこれはなかなかリタイアできませんな、やめられませんなってなるんですけど、それを覆すのが、まあ、今後説明していくあの不動産投資。不動産投資だと、この現金1億円っていうのが、 ようやく貯めました何。何年かかるんですかね。あの、年収500万円で、あの、1億円貯める。年収500万円全く使わなくて20年かかります。20年間待てますか全く何も使わなくて。なかなか難しいですよね。年収1000万でも、まあ、半分の500万円使っても220年かかるんですね。ということは、20から始まってどんなに早くても40。で、20歳のうちからそんなに早くた、その年収1000万円ってこともないんでしょうから。 大体30年40年40年,40年経って60歳になってよっ,っと1億円貯めたっつって4%ルールで400万円の生活ができる、まあ、これもいいですただこの4%っていうのはその順当な例えば株とかですねあの債券とか、まあ、あの普通の不動産とかやってる場合はだいたいそのくらいの利回りがこう最終的にリターンとして返ってきますよっていうそういうようなお金が増えてる国民総生,生産が増えてるこの世の中でのルールが大体4%でなっているってことなんですねはいじゃあこれを ね、30年待たないで、もう6ヶ月でやるっていうの方法を私は考えたんです。だからこれ4%ずつやっていったらそれでもいいんですよ、増えていくからだで。でも、大概の人は待ちきれなくなって、ここに冬季に走るんですね。陶器に走っちゃうともう全部なくなっちゃうと。ちょっとあの話がね、また次の話題に飛んでいっちゃいましたけど、とりあえずお金持ちの定義としては、まあ、こういうふうに銀行がやっていると。ということでですね、じゃあどうやったらお金持ちなのか、これ簡単です。固定費 からよりもあの権利収入の方が大きいつまり権利収入っていうのはほとんど手をかけずに自分の時間をかけずに自分の時間をかけるのが労働収入ですからね労働収入によらない権利収入自分の時間を売らないで入ってくるお金これが権利収入この権利収入よの方が固定支出 まあ自分の,あの携帯代とか家賃とかね家賃30万円です携帯あの5万円ですとかあの食費がだめでこれね月に何もしなくても必ず50万円出てくっていう人はその50万円よりも多い額の固定収入が入ってきた状態だとあの何もしないでもとりあえず今の生活ができますね、まあ、もちろんさらなる上の生活を目指してその人はさ,さらにもっと働いたりもっと価値を稼ぐマネーマシンをどんどん作っていけばいいんですよでもこのスパイラルにいるかどうかだけ 固定費よりも権利収入の方が大きいかどうかだけで自分が何もしないでもあのお金が増えていくスパイラルにいるってことですね。でこれが成り立ってない場合は何かしてないとお金を稼ぐために自分の時間を売らないとその毎年毎月のお金が減っていくわけですよ。 まあもちろん頑張って増やしてますっていうのが、これがまあ普通の,あのサラリーマンというか、従業員、勤め人の生活だということに気づいたわけですね。で、これは私が気づくまでもなく、以前から佳境とかえユダヤとか、ユダヤ人とかですね、そういう人の中ではお金持ちの定義はこれだけです。これだけ。これだけがあのお金持ちの定義なんです。だから、どんなにえ権利収入が少ない人でも、自分の固定費を下げてですね、 いけば、えー、金持ちになれる。つまり、何もしなくても、えー、自分の、えー、好きなことや、その、やりたいことをやって生活していくことができるようになる。これがお金持ちの定義なんです。なぜならば、あなたの時間が、あなたの人生で最も大切なものです。だからです。お金は増えますけれども、時間は増えません。まあ、あの、お金使えばね、あの、タクシーに乗ってちょっとだけ増えたり、まあ、あの、人間どくいってあかんが見つかったとか言って、ちょっと、じ、ね、あの、自分が長くなったりもするかもしれませんけれどもね。 時間は増えないんです。お金はいくらでも増やせるんです。ということで、権利収入お金持ちの定義はこのようになっております。はい、今日もどうもありがとうございました。